MS コンチンは、モルヒネの除法製剤の商品名である。主に頭痛を管理するために用いられる。モルヒネには、薬剤以外にも、様々な形状のものがあり、日本では、塩野義製薬が、ムンディファーマと提携して、製造、販売を受け負っている。水分を吸ったモルヒネが、徐々に溶け出す。いわゆる除法作用のある薬剤のため、効果が長く持続し、 ついたちに薬を何度も服用する、煩わしさから解放される。その一方で、服用時に噛んだり、あるいは砕いたり割ったりして服用すると、効果が現れなくなる。5ラムの瓶入りのモルヒネ中枢神経系のオピオイド受容体に作用して、痛みを抑える効果がある。特に、各種癌の激痛を抑えるのに用いられる。もととが癌の痛みを抑えるには、 モルヒネの小薬や水薬があるが、これらは効き目は早いものの効果が持続せず、したがって患者は1日に何度も薬を服用しなければならなかった。これが負担となる患者もいたため、平成元年になってモルヒネがゆっくりと溶け出す MS コンチン状が登場した。現在では、モルヒネがそれぞれ 10mg、30mg、または 60mg の3種類がある。 構造上は、スポンジ状の目の中に、モルヒネが詰まっており、水分を吸収すると、モルヒネが時間をかけて、溶け出すようになっている。そのため、服用から効果が現れるまでに1時間から1時間半ほど、時間がかかる。血中濃度が最高になるのは3時間ほど経ってからで、ある。また、効果の持続時間は、約八時間から十二時間となっており、その間隔に合わせて、 一日二回十二時間ごと、もしくは一日三回八時間ごとと時間決めで服用することによって痛みのない状態を保つことができる。割ったり砕いたりすると効き目がなくなるので飲み物と共に噛まずに服用する必要がある。中枢神経系や末梢神経系に分布するオピオイド受容体は痛みの神経伝達経路を抑制への方向に調整する。つまり、 オピオイド受容体が刺激を受けた場合、痛みを伝える神経の侵害刺激伝達が直接抑制されることになり、また別の神経系統の下行性抑制系神経を介して間接的にも痛みが抑えられる。MS コンチンはオピオイド受容体と結合することで鎮痛効果を発揮する。オピオイド受容体には何種類かがあるが、鎮痛に関わるのは主にミュージュ容体。 ついでカッパ受容体で MS コンチンはこの2つを含め全ての受容体を活性させる。モルヒネを有効成分とするオピオイドの中でもとりわけ強力な麻薬系の強オピオイド鎮痛薬で有効限界のない薬とされるため容量が増加するに従って作用も強くなる。風法式がん疼痛治療法では第3段階で中等度から高度の疼痛に効果がある。 MS コンチン以外にも、カディアンスティック及びカプセル、オプソ内服液粒 120mg、モルヒネ塩酸塩錠、MS ツワイスロンカプセル、モルペス採流などの薬剤がある。フェンタニル仕様の貼り薬副作用で、モルヒネを十分量使用することができない場合の薬として、2002年にフェンタニルの貼り薬、デュロティップパッチが登場した。副作用が比較的少なく、 効果が長続きするが、反面効果が安定するまでに時間がかかり、また一定量のモルヒネを使用した後でないと、パッチへの変更ができないというデメリットもあった。その点を考慮に入れ、一定量に満たないモルヒネを服用している場合でも、代用できる薬として、モルヒネと同じ麻薬で、1916年に合成され、欧米で鎮痛剤として、 広く使われてきたオキシコドンが注目されるようになった。それまで日本ではオキシコドンは注射薬しかなかったが、2003年に蛍光投与が可能な錠剤、オキシコンチン錠が発売されるようになった。オキシコドンの錠剤オキシコンチンの鎮痛剤としての効果はモルヒネと同程度と考えられるが、外して中程度から強い痛みを取るための薬剤であるため、 モルヒネを使用するほどではない痛みを抑えるときにも使うことができる。他に、モルヒネとの相性が良くなく、一定量のモルヒネを使用していないため、貼り薬に変更できない場合でも、このオキシコンチンを使うことができる。モルヒネから変更する場合は、それまで服用していたモルヒネの分量に合わせて、どの容量の錠剤を使うかが決まる。オキシコンチン錠は、効果が現れるまでの時間が、 モルヒネよりももっと長いため、オキシコンチンを服用していても痛みを感じる場合には、少量のモルヒネを併用することがある。持続効果は12時間である。また、モルヒネ同様に吐き気、嘔吐、眠気、便秘などの副作用があるが、痛み止めの成分を、モルヒネからオキシコンチンに変更することで副作用が軽くなった例もある。使用の犠牲薬は、現在は、 ムンディファーマ株式会社と業務提携して MS コンチンを製造、販売しているが、同社の日本法人発足前の1989年には、すでに提携を行って MS コンチンを製造、販売していた。またムンディファーマ社は、2003年には同じく、塩の犠牲薬を通じて、硫酸オキシコドンじょ法上。痛い時だけの使用は慎み、 痛みが残る場合や眠気が強い場合は医師に申し出ること。下記のような症状が出た場合には服用をやめること。ありがとうございます。